はい、皆さんどうも橋本でございます。前回に続きましてグラズノフ交響曲第5番の解説を始めていきたいと思います。今日は第一楽章4回目333小節目から428小節目までを解説していきます。まず333小節目からのボーイングは、ここは2小節 A の対でつながっていますので、ここはもう一読みで十分いける範囲になります。途中でディメンではクレッシェンドがありますけれども、もう一読みで十分いきますので、無理に回避はもうせずに結構です。その次のボーイング337小節目以降は、途中で逆読みになってしまいますけれども、次の母音の兼ね合いがありますので、ここは後半逆読みになりますが、もう指順で弾いていただいて構いません。続きまして341小節目からの母音、ここはまず次341小節目は後半をアップアップとしまして、で次の小節はダウンダウンアップとします。次の343小節目はダウンアップアップとします。もう一度通していきますと、で次の344小節目が F がダウンで弾いていただきたいと思います。続きましてポジションなんですけれども、最初ハーフポジションからスタートして、で S と F を1、1とちょっと取りにくいんですけれども、ここはもう A、同じ D 線で1、1と取ります。で、今止まりました D が第3ポジションを使って D 線の4を取ります。あとは D 線1本取れますので、最後は4、1、1、4と取ります。このように取っていただきたいと思います。349小節目からは調整がフラット6つになります。で、特に注意していただきたいのは、銅のフラット、ぜですね。ここがよくミュートしがちになりますので、フラットを落とさないように注意してください。続きまして、381小節目から説明します。で最初、ピアノスタートなんですけれども、ボーイングはダウンで弾いていただきたいと思います。で、エイスでクレッシェンドがたっぷりかかるように、エイスをアップで弾いていただきたいと思います。385小節目以降はもうあとはずっとダウンからの意味順となります。そしてダイナミックスなんですけれども、最初1小節フォルテで、で次の小節で急にピアノに落ちて、またクレッシェンドでフォルテに戻ります。はい、今ちょっとゆっくり弾いてるんですけれども、急激に落ちてまた、すぐにクレッシェンドがありますので、特に最初のピアノに落ちた、今 S で弾いてるんですけれども、最初の1つ目の音が落ちきらない場合がありますので、特にで、フォルテのところでディミネンドがかかるのも良くないんですけれども、もう極端に弾いていただいても構いませんので、もう最初のピアノをしっかり落とすという意識を心がけていただきたいと思います。401小節目からのボーイングはダウンアップダウンアップアップとします。はい、このようになります。2小節単位でダウンアップダウンアップアップの繰り返しがずっと続いていきます。そして随所に括弧の表記で5弦の音域のディスが出てきます。で4弦の方はもう当然ここはオクターブ実音でオクターブ上げて弾くようにしてください。続きまして412小節目からポジションを説明していきます。最初の杖は2で取ります。でその1拍前のディスを取っている関係で第1ポジションで必然的に取る形になりますので、ここは最初は2で取ります。で2で取った後次の S で、これを指も変えないまま同じアーセンでそのまま映って取ります。ここですね。2で取ります。そしてその次もアスもポジションを変えずに同じ2で取りまして、で今止まりましたゲーツ A もポジションは変えずに1、1で取ります。で、最後の S。ここはゲー線で4で取ります。もう一度ゆっくり弾きますと、このようになります。415小節目から通していきますと、今最後まで通しました。もう今弾きましたように417小節目からもダウンからの指順で弾くことができます。そして、楽譜によっては420小節目の形が
すらついてないあの場合があるんですけども、今最初1回目の時に来ましたように、ここがもう1つのスラで弾くようにしてください。で、楽によってはあのスラがない場合がありますので、その場合はあの追記しまして、ここはもう1つのスラで弾くようにしてください。はい、冒頭の字幕でお伝えしましたように、ちょっと冒頭の調子が悪いので今日はここまでとさせていただきます。前回も共通するんですけれども、このあたりは、調整が目まぐるしく変わります。で、フラット6つだと思いきや、また、またフラットシャープなしの場合もあったり、また、フラット3つに戻ったりとかするので、シャープ、フラットを見落としたという場合は、もう必ず手書きでも結構ですので、忘れないように、書いて覚えるようにしてください。第一楽章4回目の解説はここまでとなります。解説動画のリクエストがございましたら、コメント欄にどしどしお寄せください。チャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次回。